砕けた海のここにあるギミックですが、ちょっと行ってみようか。この元素がいるよね。多分やってないけど、多分こういうことだろうなっていうのがなんとなくわかるから。今何の音がした？なんか音したよね。あれ？こっちなかったっけ？なんかちょっとこの下ったとこになかったっけ？あ、これだ。このやつ。このやつね。で、ここは、まあ、よくあるやつやな。ここはよくある。これで。このやつやな。これ弓キャラの方が楽か。祭りでもやるん？で、あそこもまあこれだ、これでしょう。そこもそれでしょう。で、このパターンのやつ、ここまあカチッと。カチッとやるわな。で、そこもカチッとやるわな。カチッとな。で、これで終わりかと思いきや反応せんじゃん。これ多分これ燃やさんといけんのよ。で、そしたら焦げ茶色のブロックになってそれで OK みたいな。で、こっちもこれでいけるんじゃね。ほら、燃やすっていうこの一手間が必要っていう今までにないあれがあるよ。罠ないよ。そこがカチッとはめて終わりかと思いきやもう一ひねりいるっていう、 これね、あのもう一個違うところで同様のギミックがあってすげえ時間かかったよね、理解するのに。そうじゃけ知ってた多分あれだなと。で、絶対それをさ、どっちか向こう先にやってたら多分わかるけど、あのこっち先に来ちゃった人は多分わからんだろうなと思って。俺もほんま時間かかったからな、あれ。そう、ちょっとこれは困る人おるなと思って残しといたわ。あとは適当に、あともう砕けた海の1234、あと5個だ。これもどこなんかないんだよな、これな。その上、あ、あそこだわ。危ない、危ないあ、行けたかも、行けたかもな、これ。あそこね。はいはいはい。あ、待って、飛ぶでじゃなくて、いや原神はな、いやちょっと分かりづらいところは極力あの細かくねアーカイブ区切ってやっていってはいるんだけど。 OK、 ここ取れました。花火の材料はあらへん。もう一個近くにあるね。これ、高低差が分かんないからさ。あ、てか、あそこ、モラカルな。こっちか。ちょっと、飛ぶだけ飛んでみるか。そこ？これかな？これっぽいな。モグラ？あ、普通にあったわ。に開けさせて。普通にあった。ちょっとあのモラ忘れんうちに取っとこう。この家だったかな。こっちか。これのなんか家の2階かな、なんか裏側に見えたよ。そこあるね。ここで開かれる？開かれない。
暴れる、ここも上がる。OK。で、これで、あと、1、2、3個か。ここがむずか、むずそうだったな。ちょっと考えてくる、解けてない。ここ2個、どっちか片方だけでも終わらせたい。あ、このこっち側の場所がわからんかったやつかな。この辺り何もないはずなのに、なんかギミックがあることになってんだよな。もう一個の方見てみよう。ここ前ちょっと悩んでよく分かんなかった。こっちは？こっちもなんかどこでどこにあるのか分からんかったパターンかな。下があるのかな。あ、ここだね。しかもこれこっち側から入るんじゃないね。あ、向こうから入れるんじゃない。多分爆発、内部から爆発する感じだったな。こっち方面から入れないか。ちょっと下見てみよう。ないか。あ、ないね。よったもっと左側か。いやー、シムなんかもね、もっとこっち側か。ちょっとこの1個だけ取れればいいけどな。この辺り、この辺りだけど、下になんかあるのが見えたから、まあ下なんだろうね。だから下に潜り込めさえすれば。あれ、なんかハテナ。あ、ここから入れる。これだわ。うん、合ってるけど、はい、お、ナイス。はい、いけたんかな。あ、この先はこの先であるんだ。この剣はわかるかい？すごい！スタンディスナ、コカ奥義、ダマヤ！ちょっと、倒したかな？よし、あ、なかなかいい宝箱。花火の材料はあらへんかな。 OK。 で、これでそこやって出れると。ここも出るだけだよね。 OK。 あと2個かあと2個だ。まあ終わろうか、終わっとこうか。これまた今度この2個取ってしまおう。今日もここで終わって。いやー、だいぶシムランカも終わってきたね。ちょっと今年も全部取り切ってしまいたいから。2個と、どっちも、どこにあるのか、あ、こっちはわかるか。こっちはなんか風が内側から吹いてて、どうやって中入るんだろうっていう感じで。こっちはどこにあるんかすら分かんなかったから、まあ、ちょっと時間かけてやってみて、どうしても分からなかったら、まあまた調べてるかな。これどう調べていいんか分かんないよね、これ系ね。まあどうにか全部取ってしまいたいっすね。では終わろうかなと思います。あれ、なんかシムランカの左下のなんかマーク光ってるの、なんだ。これ全部取り切ってるの。取り切ってるの。よ
くわからんの。あと2日で終わるよっていう合図かな。まあいいか、わかんないや。ワード。では、終わります。おやすみなさい。ありがとう。